て、チームごとに開催した定期公演も一巡して、今回はシアターを飛び出してのライブだ。みんな準備はどうだ？確認しておきたいことは今のうちに頼むぞ。はーい、業務連絡です。今回のライブ用に作ったアカネさんピーバッジが先ほど無事完売しました。おお、またしても勝手に発注してたあれか。確かに心配事は一つ消えたけど、そういうことじゃなくて、まあ今回はシアターを飛び出しての大型ライブだからね。この機を逃すアカネちゃんではないのだ。ほら、39人揃ってのライブもこけら落としぶりだし、気合の形ってことで女に見てね、プロちゃん。気合の問題かな。でも、ほんと久々だもんな。定期公演ではずーっとチームごとで頑張ってたし、スバルさんたち、チーム6の公演、とっても優雅で可愛らしかったです。曲もダンスも、MC も、とっても素敵で。あ、その前にお茶会のイベントも開いたんですよね。はぁ、私も参加してみたかったな。マジで？言ってくれればよかったのに。じゃあ今度シアターで一緒にやろうな。キャッチボール。キャッチ？あの、お茶会をされていたのでは。うん、お茶も飲んだ。あとサンバとかやったかな。とりあえず明日やろうな。ああ、何級でいいか。よくわかりませんけど、とりあえず琴葉さんに相談してから。桃子たちチームフォースもイベントでいろんなことしたけど、みんなも結構いろんなことしてるよね。あんまりアイドルっぽくないかも。そういうのがお兄ちゃんの方針なの？アイドルらしくないことをしたいわけじゃないけど、それぞれ自分らしく頑張ってほしいとは思ってるよ。もう適当なんだから。変なお仕事ばっかりにならないように、桃子がしっかりしなきゃダメかな。そういえば昨日の周防さんは中谷さんや大神さんに何事かレクチャーしてくれていました。いつもしっかり周りをサポートしてくれています。うん、頼りになるぞ。あれは可愛いペンとか買えるお店を教えてただけ。なるほど、プライベートのお話でしたか。うん、やっぱり頼りになるぞ。もうよくわかんない、恥ずかしいから変なこと褒めないで。あ、いた、しほちゃん。りっくんたちから連絡あった？全然見つからなくて。かな、今ミーティング中よ。多分だけど、お母さんたちならさっき席に着いたって。あ、連絡あったんだ、よかった。ほら、今日は会場が大きいから絶対迷いそうって思って。もう、まあ平気だったみたい。逆にカナが迷子にならなくてよかったわ。あ、ひどい。でも大丈夫だよ、お客さんが入る前にレイカさんたちと探検したから抜け道もバッチリ。あ、切れた。そんなことしてたの？見当たらないと思ったら。今日は朝からずっとみんな一緒だから、どうしてもウキウキしちゃって。なんてったって39人、みんなで一緒に。サンキューベイビー。ああ、そういえばその39人をまとめる今日のセンターはどこ行ったんだ？みんな、プロデューサーさん、遅れてごめんなさい。あ、未来、
よかった。準備できてたんだな。はい。ついさっき会場を探検してたら着替えに入るのが遅くなっちゃって、はあ、ごめんなさい。未来もか。うん、でも大丈夫。ちゃんとしてるし、新しい衣装もよく似合ってるぞ。本当ですか？よかった。ありがとうございます。どこから見ても立派なセンターアイドルだ。今日の主役として思いっきり輝いてくれ。え？あ、はい。でもプロデューサーさん。お、どうした？今日のステージ、ポジションは私がセンターですけど、ゼロ番には立ちますけど、ステージの主役はみんなですよね。だって39人、みんなのステージだから。だから、みんなで輝いて、つながっていきたいです。今日のステージでも、これからも。あ、そうだな。みんなでつないできたから、今があるんだ。よし、今日のステージでも、みんな、それぞれに思いっきり輝いて、つないでいこう。そうですね。私たちは最初からそうやってここまで来たんですから。今日もこれからもつないでいきましょう。主役の水木、乞うご期待。私もその一員であることに胸を張って堂々とステージに立ってみせます。お芝居で主役がたくさんいたら大変だけど、アイドルなら別にいいよね。ステージに立ったあかねちゃんがいつの間にか主役になっちゃうのは自然の摂理だよね。どんな点差でも、どんな打順でも、バッターボックスに立てばそいつが主役だもんな。ちょっとつもーしー、もーもーしー、みんなで目指せトップアイドル。シアターのみんなに、会場のお客さんに、明日の私に、それから目の前の全部に、つないでいきます。プロデューサーさん、今日もこれからも見ていてくださいね。ああ、全員思いっきり輝いていこう。それがミリオンスターズだ。